はい、こんにちは、まさあきです。というわけで、今日は、精神科の診察に行ってまいりました。原薬とかね、薬の変更もなく、とりあえずまだね、1週間に1回のまあ通院というわけでなりました相変わらずでね、自分の現状という言っていまして、まあ精神的な症状はなんかね、ここ何日間か、何日間前か、4日前ぐらいか、なんかね、幻聴っぽい、そう、なんかね、こう耳鳴り、電子音みたいな耳鳴りが来て、で、なんかこう、自分を感知して、人に、なんかこう、なんか指示が、こうしろみたいな、こう、ちょっと高圧的な、なんか、指示、なんか暗示みたいなのが、聞こえるような、なんか耳鳴りがあって、そうなんです。なんかちょっとなんかそういう幻聴っぽいのがあったりとかして、あ、でも自分でまだちょっと自覚はできるんで、なんとかその程度、症状の程度的にはまだ大丈夫なんですけど、今はね、だから前よりはなんかその外に出るとか人の目を見るみたいな、なんか不安感みたいなのはだいぶ減ってきました。ただそう、だからやっぱそういうのが、幻聴っぽいのがまた出てくると、なんかすぐ自分でもなんかコントロールできへんぐらい、なんかそれに気持ちがなんか偏って左右されちゃうっていうか、なんかすぐ手止めてずっとその頭に意識がいっちゃうっていうか、ね、なんかこう自分に暗示してくる人たちの意識に行っていくっていう形になるんで、ちょっと怖いんですけど、今はなんとかね、大丈夫です。なっちゃん、はい。なんでね、多分先生とかにも、主治医の先生とかにも診断はされてないんですけど、まあ、おそらくそういう精神疾患用に投与される薬はもらってるんでね、アリピプラゾールと、あともう一個エチゾラム、まだ変更なし言ってもらってるんで、それが効いてるんです、だと思います。僕には合ってるんかな、ちょっと多分何て言ったっけ、赤指示やったっけ、赤指示はきついんやけど、まあ、ちょっとどうにもならんよね。なんか
だから いつもね僕も寝たきりみたいな状態なんですよ、ずっと。だから布団の上でうつ伏せになってずっと何かをするっていう生活がほとんどなんで、最近もう、だからじっとできないんですよね。なんかこうやって座ってても足がずっと揺れてたりとか、勝手に動いて揺れてたりとかするんですけど、まあ一回ね薬変更しようか相談してみたんですけど、先生に。まあ結局まあ変更はできそうでも、まあ様子見ってなったんですけどね。だから僕もいろんな意見が欲しいなって思ったんですけどね。なかなかそういうコミュニティっていうの、精神疾患を持ってる、まあ、当事者の方とかの、なかなかコミュニティに属してないんで、自分の考え方とか、いろんな人の価値観とか、当事者の人の、そういう、わからないんで、知りたいなって思いました。